はい、どうもみんな、バドシル、アゼンです。はい、今回なんですけれども、3試合目になります。引き続き、鈴木にやってもらいます。やってやるぜ。じゃあ、前回の結果発表お願いします。結果発表惜しかった。2ゲーム目は。1ゲーム目ボコボコにされて、2ゲーム目19だっけ19で、僕がサーブで、まあ、めちゃくちゃ集中した挙句のサーブ、ちょっとね、この白帯よりちょっと浮いちゃったのを相手が逃さなかったです。ちょっとでもいいからもう奴らは叩いてくるんです。あと私のあれね、サーブレシーブのゴミっぷりはこれ全部読んで取ったのすごいな、うん、完成してます、はい、感じです。で今回は相手はまた僕の動画にたくさん出てます、タクミンと当たります。新生命体と言われているすごい動きをしてくる彼はですね、本当に強一強いですね。今あっちもまだ負けてない、あっちもっていうか俺ら負けて全敗と全勝対決なんで、奇跡を起こしましょう。まあね、奇跡は起こすものですからね、待つもんじゃなくて、はい、まあそのパートナーもかなり強い方なんですけど、頑張って倒していきたいと思います。何食ってんのそれでは動画をご覧ください。回線のネジThank you.
い、ということで試合が全て終わりました。予選3試合させてもらったんですけれども、結構負け続きでしたね。最後の試合、ちょっと結果発表お願いします。ストレート負け。はい、ということで、たくみんは強かったですね。僕はいっぱい試合してるんですけど、相手のね、女性の方もね、壁強かったですね。もうどこ打てばいいか分かんない。して、ボミスして点数を失うという形になりました。まあ結果は3戦0敗ということで、あ、間違えた。結果 は、ね、結果は3戦3敗ということで、一勝も得れなかったです。何の成果も得られませんでした。僕が鈴木氏を操れなかったっていうね。あやだけに何も考えてなかった何も考えてなかったけど、そんな感じです。楽しかった。まあ、あのこのシリーズっていうか、この試合がもし評価が良かったら、あの今後も僕からお誘いさせていただきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。数字で動くんで。やばい、はい、そうよ、みんな見てね。はい、そんな感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。今日は遠いところはるばる、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。